カンポフェリーチェディロッチェラは、イタリア共和国シチリア州パレルモ県にある、人口約7600人の基礎自治体。パレルモ県中部、テレニア海に面したコムーネ。県とパレルモから、東南東へ 48km の距離にある。地域は海岸に沿って東西に細長い。イメラ接点リオナーレ側が生誕となっており、対岸は、テルミにイメレゼである。 隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。地域の西部にあるブオンフォルネロは西へパレルモ、東へメッシーナ、南へカルタニセッタを経てカターニアに至る高速道路の分岐点となっている。日本のアウトストラーダは欧州自動車道路にも指定されている。アウトストラーダの路線指定とは異なり、パレルモからカターニアへの東西方向の路線が E95 線の一部に カターニアに向かう路線が E932 号線に指定されている。ありがとうございます。